すみません、電話では取り乱しちゃって。もう怖かったです、私。とても。あなた、何？二重人格か、なんか？落ち着きましたね。おかげさまで。もう一度話していただけます？はい、そうですね。なんだ？情緒不安定？私、竹内さんに調査を打ち切ってくれってそう言いましたよね。はい、確かにそう伺いました。そんな気持ち、本当はこれっぽっちもなかったんです。やべえ、女多いな。主人の話は言い訳に過ぎないと分かっていました。妹さんの病気の話は以前から知っていました。時々具合が悪くなるのも本当のことみたいです。はい。でも、いつもいつも妹さんの病気を理由に言い逃ればっかり。ああまあでもなんか、まあなんか、やべえやつって言われてたしね。ぐったりと肩を落としている。疲れ切っているように見える。眉間に深いシワが寄っている。かなり神経質になっている。じゃあなんであんな電話してきたの？そっちの方が怖いんだけど。主人が言い訳してるかどうとかより。かなりお悩みですね。このところ少し変なんです。私少し変なんです。あなたが。情緒不安定というか。まあそうだよね。言ってること、やってることが支離滅裂で。乖離性人格障害的なやつなんじゃないのそれ。自分でもおかしなことしてると思うんです。まあ俺も似たような、ね、躁鬱病も結構そういう節あるんで。私の中にもう一人の私がいるようで、自分でも気づかないうちに何かひどいことをするような気がするんです。すごく怖くて恐ろしくて、自分自身が全く信じられなくて。竹内さん、これってノイローゼでしょうか、病気なんでしょうか。いや、私に言われてもね。叱るところで、叱るべきところで診断を受けてください。あまり思い詰めない方がいいと思いますよ。これぐらいのことしか言えないですから、この人は。でも竹内さんにもこうして迷惑、ご迷惑を。浮気の心配をするとどうしても精神的に不安定になるんです。そうでしょうか。にしたってじゃない、あの行動はだいぶ不可解だったよ。ところでちょっとお伺いしてもよろしいですか。はい、何でしょう。妹さんには会ってないとおっしゃっていましたよね。一度も会わせてもらってません。あの人、家庭環境が複雑だったらしいんです。詳しいことは話してもらえませんけど。それも嘘かもしれないよね。なんなら、どうやらお母様が家を出るような騒ぎがあったらしくて。ああ、離婚的な。妹さんと二人で親戚をたらい回しにされて苦労したと聞いています。離婚も何もなんだ、捨てられたって感じか。あ、ごめんな、もう何も包まなくてごめん、口。それで兄弟のことは口を挟んでもらいたくないって。いやー、それもなんかうまいこと言われてるような気がするけどな。奥さんでもですか？そうだと思います。ちょっと普通じゃないですよね。いやー、そればっかりは人それぞれだからな。普通とか普通じゃないとかじゃないと思うけど。実は以前もあったんです。会社に電話したら出社してなかったことが。その時も妹の看病してたって言いました。信じられます？黒だな。信じたんでしょ？そうです、信じました。私ダメなんです、信じちゃうんです。だから調査を断ってきたんですよね。そうなんです、騙されるなって自分に言い聞かせてるんですけど。信じたからあの電話してきたの？主人に直接言われると妙に納得してる自分がいたりして。浮気されそう、この人。分かってもらえないかもしれませんけど、自分が自分じゃなくなってしまうんです。私どこかおかしいんでしょうか。だからそれは叱るべきところで診断してもろて。なんで探偵に言うんだよ。いえ、そんな風には見えませんよ。時間が経って冷静になるとだんだん腹が立ってきて。ご主人に対してですか？いえ、自分に対してです。分かってるのにどうして騙されるんだろうって。こういうことはありえませんか？ご主人は週に 2,3 度しか家に帰らないんですよね。ええ、妹さんの病気が深刻でいつも看病していたという可能性は。お前本当に妹が病気説で押し通そうとしてるだろ。めんどくさくなってきたんか。でもそんなに深刻ならどうして私に助けてくれって言わないんでしょう。そうですね、妹さんの連絡先はわかりますか？いいえ、教えてくれません。妹がいるかどうかも相当怪しいよ。あの人が頑固なんです。私の言うことなんか聞いてくれませんから。わかりました。それでは調査を再開しましょう。浮気であれ看病であれ、本当の理由を知る権利があなたにはあると思います。そうですね、私がどうかしてました。調査を続けてください。このままでは私おかしくなってしまう。
本当のことが知りたいんです。うん、なるほど、いいでしょう。暴いてあげましょう、その闇を。なんだか奇妙な話だ。かなこさん自身に何か問題があるのか、それとも柿内守の方が何かを隠してるのか。どっちにしてもただの浮気じゃなさそうね。面白くなってきやがったな。ねえリリコ。え、何？すごいわよ彼、坂本くん。あ、何？打って変わって、坂本くんがどうしたのよ、切腹した？ついにリリコに言ってわかるかな、これ見てよ。あ、何？あ、なんか作ったのか。絶対法に触れてそうな見た目してるけど。ハンディ GPS に外部アンテナをつけたの。ハンディ GPS に外部アンテナをつけた。何言ってるの、全然わかんない。リーコにわかるわけないだろう、この人プリントもできないんだぞ。 GPS って知ってる？自分の現在地がわかるって機械。ああ、聞いたことあるかも。あれはね、衛星からの信号を受けて現在位置を割り出してんの。アウトドアなんかで使うハンディタイプの GPS がいくつか出ててね。ああ、行方不明になっても大丈夫なように、坂本くんはそれに自作のアンテナを取り付けたの。街中でも半径3キロまではフォローできるって話よ。ちょっと聞いてる？まあでも彼は嫌いですね。全然。つまりね、高性能な発信機を自作したの。すごいじゃない、初めからそう言ってよ。車を追跡するとき普通は見失ったらアウトじゃない？でもこれをつければ逃げられても大丈夫。半径3キロ以内ならすぐに追いつける。あ、でも3キロって結構だよな。おまけに30時間まで移動地点の軌跡を記録できるってわけ。おー、有能だ。あいつ一言も喋らさずに機械だけ作らしとこうぜ。結構な秘密兵器よ、あいつ天才かも。なんだかわかんないけどよかったじゃない、仲良くやってね、一言。うん、頑張ってみる。リリコにあいつを出してくるなよ、こっち側に回してくんな。翌日の早朝、私は共和ワールド交通に張り込んだ。午前4時を回った頃、柿内守は営業から帰ってきた。私は車を降りて柿内守の尾行を開始した。やってそうだけどね、こいつ。彼は駅の方へ歩いていく。尾行してるね。ところが乗り込んだ電車は自宅とは逆方向だった。本当に妹さんパターンだったら面白くないからやめろよ。尾行モード、なんだ。守る見失いようないように後をつけてください。アナログパッドの上で近づいていきます。近づきすぎて見つかりそうになったらアナログパッドを右に倒して隠れましょう。右にね、はいはい。アナログパッドもう効きが悪いんだよな、こういうことだよな。わあ、これこんな尾行なんて俺ロストジャッジメント以来だよ。ふっ、しまった、気づか。だるまさんが転んだすぎるだろう。もうちょっとなんか立ち止まってさ、あ、見つかるかもみたいなのやってよ。え、これゲームオーバー？え、見つかったら見つかったで済むの？おや、あなたは確か柿内さん、こんなところで何をしているんですか？ダメだ、完全にバレてる。人違いでは通用しない。え、これで進むのはやめようよ。麻薬取締官でしょ？あ、麻薬取締官の竹内さんでしょ？なぜここに？柿内は冷ややかな笑みを浮かべた。おー、続くのかよ。成功したパターン見たかったじゃん。チェックチェック。ここはとぼけた方がいいだけか。この目に気をされたらダメだ。プライベートだと言えばいい。そうな。プライベートだってよ。ちょっと用事があって。午前5時にですか？こんなところで？明け方に散歩するなんておかしいですね。その通りだった。てか、そんな明け方にこんな人気のないところでこの人尾行してたの？探偵向いてなくない？その通りだった。まだ夜が明けていない。若い女がうろつくような時間帯ではない。ああ、もうどう答えればいいの？私は腹を決めた。いっそゲームオーバーにしてくれ。個人的に興味があって、あなたにね。いやいや、苦しいでしょ。奥にあなたのような美しい人が？ええ、実はそうなの。麻薬捜査で偶然あなたと話をした時からずっと気になっていたの。色仕掛け。これ尾行成功させたかったな。自分を抑えようと我慢してたんだけど、気持ちを抑えきれずにあなたの後を追いかけてきたのはやべえ女じゃねえか。そうですか、どうも参ったな。うまくいったわ。うまくいってねえよ。何もかもが失敗だよ。私の魅力にかかればちょろいもんね。何言ってんだ。
奥さんの待ってる家に帰らずどこ行くつもりなの？知りたいですか？え、とっても。秘密にすると約束してくれますか？ええ、二人の秘密よ。わかりました、すべてお見せします。思ってもない展開だった。すべてお見せします。ターゲットが自分から秘密を明かしてくれる。やべえ趣味の持ち主とかかな。私は駆け打ちの話に乗って調子を合わせることにした。なんだなんだ、このまま連れ込まれて腹かっさばかれるとかないよな。ホテルじゃんこんなのホテルじゃん。竹内守はとあるマンションの一室に案内してくれた。落ち着いたインテリア、柔らかい間接照明、ムードのある音楽、アウトでしょ。これ黒だよ。ここは僕の隠れ家です。隠れ家、自宅があるのに。家庭から離れてリフレッシュする場所が欲しかったんです。竹内は少しうつむいて、それから静かに身の上話を語り始めた。複雑な家庭環境に育ち、両親が突然消えてしまったこと。ま、そんなの言い訳になんないけどね。捨てられた時に感じたこと。寂しさを紛らわす方法。愛した女性に裏切られ、ゴミのように捨てられた経験。おお、騙されるな、騙されるな、リリコ。花子と出会って家庭を築いたが、心が離れてしまったと語った。そういうの全部自己責任ですから。妻に捨てられることを恐れ、一緒にいることが怖くな、一緒にいること、どっちだろう。一緒にいることなのかな。一緒にいることが怖くなったと告白した。落ち着いた態度で柿内は話し続けた。一緒か、一緒だったら感じが違うもんね。守の話に引き込まれた。母の愛を知らず、父に捨てられ、妻に理解されない。心を閉ざしたまま一人で生きている。私と同じだやっぱ探偵向いてないよなこの人。彼は私だ。ジャズが流れていた。委ねてごらんじゃん、こんなん。展開的に心の奥のいてついた氷が徐々に溶け出すような不思議な音楽だ。いつの間にか私はプライベートを語っていた。父のこと、草薙のこと、私の悩みを共有してくれる誰かが必要だと感じた。守は真剣な面持ちで聞いてくれた。ああ、二人きりの部屋に心がとろけるようなメロディーが流れる。ああ、まずいですよ、これは。あ、サチュン！あれは、一時の過ちだった。そう思い込もうと努力した。父は失踪、夫とは別居状態。事務所を維持しようとする精神的重圧。押し寄せる辛い現実から逃避したかったからだと。やったな。かな子には嘘の報告書を提出した。あ、でもこれゲームオーバーか。浮気相手が自分だと報告するわけにもいかない。喜んでほっと胸を撫で下ろすかな子を見て、え、でももう手出したってことは、あいつ絶対黒だよ。やっとるわ。しくりと胸が痛んだ。いっそ真実を告げようと思ったこともあった。だけど私にはできなかった。むしろ妻の座よりも居心地が良かった。草薙との夫婦生活で懲りていたのかもしれない。新しく手に入れたものを今度は失いたくない。柿内守は私の大切な隠れ家だからやべえ女だなこいつも大概。エンド。ああ、はいはい、なるほど、ゲームオーバーか。よかったよかったよかった。さすがに成功させたいわあれ。じゃあ戻りましょうか。基本的に隠れておいたらいいんじゃないか。見失うことはないよね多分ね。あの柱を越えたらもう一回スーッ、ゆっくり尾行みたいなのできないんだな。これ難しいね。難しいのかな、そもそも。そうだよね、本来そういうリアクションがあってしかるべきなんだよ。近づきすぎたらダメなんだよな。隠れれてんのかなこれ。大丈夫かリリコ。相当不安だよリリコ。大丈夫だな。そうだよね、事前行動みたいなあるよな絶対。今から振り向きますよガバッみたいな。さっき超高速だるまさんが転んだだったもんな。ほっ、私は隠れるわよ。よし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 、成功したのこれは果たして。あ、成功したっぽい。はてなはてなはてな。尾行を続けると柿内守は住宅街にある一軒家に入っていった。
表札に書き打ちとある。やっと妹の家が分かった。住所をメモして事務所に戻った。え、隠れ家なんじゃないの？本当に妹の家？これ立派じゃない？なんかさ、ドラマとかゲームとか何でもそうなんだけど、フィクションもので身の上のなんか、なんて言うんだろう、大変な思いした人がさ、ちゃんとした一軒家とかさ、結構広いアパートとかに住んでたら、なんかがっかりせん？イラってせん？お疲れ、リリコ。なんとかたどり着いたわよ。これでいつでも動けるわ。どうする？そうね。都内に住んでんじゃねえよとか思わん？柿内が通っている家は確認できた。本当に妹なのか？もし浮気相手なら、ここは愛人の家ということになる。問題はもう一人の柿内勝の方だ。彼はまだ何か隠している。本人に直接聞いた方が話が早そうね。さて、どちらを選ぼうか。いやー、普通にこっちだと思うけどね。いやー、でも本当の妹の可能性あるんだよな。それはそれでおもんないよね。どっちでもいい気がするけどな。俺の直感はこっちだって言ってますね。家だって言ってますね。家の方、ハロー。じゃあこうしましょう。私はマモルの妹を調べてみる。ユージはマサルの方をマークして。わかった。でね、坂本くんにも出動してもらおうと思ってるの。誰だ坂本？まさか私と一緒に？しょうがないでしょ、人手が足りないんだから。わかったわよ。あー、気が重い。ごめんな、ユージ。本当にごめん。なんか気に入らなかったら腹切っていいから。あいつの私は目立たない場所から柿内の妹の家を見張った。1時間ほどするとベランダに人影が見えた。あー、いい女性だな。見つけた。はい。その女は洗濯物を取り込むとすぐ家の中に入った。撮った写真は角度が悪く顔はうまく写っていない。それからしばらく待ったが、全く動きがなかった。かなこの話では、柿内守は 2,3 日帰らないこともあるという。もしかしたら今日はこのままかもしれない。もう少し別の角度から当たってみようかな。そろそろユージの調査も終わってる頃だ。私は共和ワールドに行くことにした。ああ、昨日はどうもありがとうございました。沢田ちゃん。沢田ちゃんって言っちゃった。沢田さん。ああ、お姉ちゃんか。沢田さん、今晩お時間ありますか？どうした？俺に惚れちゃったか？なわけ。このお店なら落ち着いて話せるんですけど、ライムライト。ええよ、8時過ぎには出られるよ。ではお待ちしてます。マスター口堅そうだしね。いいよねこの店。話をするには、ライムライトに着いた時、沢田はまだいなかった。いらっしゃいませ。お飲み物は？ビールをちょうだい。かしこまりました。お待たせしました。ありがとう。その後お父様は？ダメね、見つからない。草薙さんは何してんだろうね。実際そっちも消息はつかめず。失礼しました。気にしないで、気長に探すことにしたの。草薙の方は連絡待ちよ。そのうち何か言ってくると思うわ。お父さんが心配だよな、所長が。こういう言葉をご存知ですか？私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。誰だ？おお、ヨハネの福音書だな。沢田さん、そんなおしゃれなこと知ってんの？つまり諦めずに頑張れってこった。何のことか知らんけどな。わざわざすみません、呼び出してしまって。いいんだ、気にするな、どうせ暇なんだから。沢田さんのご家族は？女房に愛想尽かされてな、娘と二人暮らしさ。娘さんは？厨房だよ。最近は生意気で俺の言うことなんかさっぱり聞きやしねえ。それにしてもヨハネの福音書なんてどうして？マスターは神父だったから当たり前だけど。親父が神父だったのさ。神父ってそんなあちこちにいるもんなの？
子供の頃嫌というほど聞かされたから覚えちまった。もっとも俺は神なんて信じちゃいないけどね。やめな。そういう系の話はあんまり口に出さない方がいいよ。それより用件を聞こうじゃないか。どこでどんなトラブルになるかわかんないからな。本気でデートに誘ってくれたわけでもないんだろ。すみません、実は私探偵なんです。沢田さんわきまえてていい人だな。ごめんなさい、ターゲットの会社で私探偵ですとは言えないんで。まあそんなことだろうと思ってたよ。別に麻薬取締官だろうが探偵だろうが俺にとってはどっちもいいけどな。ああそうなの、ごめんなさい。それでどっちを調べてるんだい、守るかマサロか。守の方です。そうか、守るか。あいつどうすか、やっとるすか。どうかしましたか。で何を調べてるんだ。浮気調査です。浮気ね。思い当たる節はありませんか。あいつはちょっと気をつけた方がいい。普通のやつじゃないんだ。それマサルの方も言ってたんだよな。なんなの普通じゃないって。どういう意味ですか。探偵ってのは秘密厳守だろ。もちろんです。ここで聞いたことは一切漏らしません。怪しいけどね君。一度騙しといて俺にその言葉を信じろってのかい。はい、そうです。まあいいだろ、俺はあんたの向こう気が強いとか気に入ってるんだ。また騙されてやるよ。そう言われると辛いです。まあわざわざ言いふらすようなことではないからな。いいかいお嬢ちゃん、あいつは危ない。あまり深入りしないことだ。危ないって何なんだろうな。どういう意味でしょう。ヒップのなんてだっけ、どうも横文字はダメなんだ。何のことですか。ヒップの、あいつは垣内守はな、催眠術を使うんだ。催眠術、なんだボスあいつ。ああわかりました、ヒプノティストのことですね。何それ。そうそう、そのヒプノなんとかなんだ。どうして危険なんですか。あいつは5年前に事件を起こしてんだ。どんな事件ですか。暴行事件だよ、調べてみな、新聞に載ったはずだ。結局示談になって不起訴ってことで落ち着いたんだけどな。警察に捕まったんですか。容疑者として取り調べを受けただけだ。不起訴になっちまえば前科もつかないしな。相手は。さあね、忘れちまったな、昔のことだからな。5年ってそんな昔じゃねえぞ。この商売叩けば埃が出るやつもいるもんだ。だからみんな昔の話はしたがらない。昔のことは昔のこと。ああな、お勤め上がりとかもいるってことかな。でもあいつは特別だな、みんな敬遠してんだよ。君が悪いだろ、催眠術を使って暴行したやつなんて。そうですね、相当怖いですね。だから誰も組みたがらない。垣内勝は守のご指名だよ、本人も嫌がらないしな。普通なら1年もすれば営業者が変わるのに、あの2人は例外だな。妹さんがいるって話は。垣内守に。はい、聞いたことないな。ほう、浮気調査なんて適当な報告書出しとけばいいんだろう。そうもいかんでしょ。あんまり真面目にやるとやけどするぜ。ご忠告ありがとうございます。本当にやめとけよ、お嬢ちゃんの身のためだ。いつの間にかお嬢ちゃんになりましたね。お姉ちゃんの方が良かったかい。か、竹内さんでお願いします。竹内さん、俺はこんな洒落た店は苦手なんだ。今度は俺がもつ焼き屋に連れてってやるよ。ありがとう、沢田さんっていい人ね。なんだよ、今頃気づいたのか。沢田さんいい人だよね。お疲れ、どうだった。妹の写真は撮れたわよ。垣内守は家から一歩も出なかった。妹も夕方買い物に出ただけ。そっちはどう。ダメね、途中で見失っちゃったわ。でも営業所で垣内の経歴だけは聞けた。垣内勝、勝はカタカナ。昭和57年8月1日生まれの24歳、入社して3年目。あの営業所では一番稼いでるらしいわよ。あへえ。垣内勝が稼ぎ頭、意外だわ。分かったのはそれだけ。こっちは沢田さんから面白い話聞いたわよ。垣内守は一度暴行で捕まってるの。それ本当？明日真由美に裏を取ってもらうけど、多分本当だと思う。示談で済んだって話だけどね。奥さん知ってるのかしら。あの様子じゃまず知らないわね。5年前で結婚したのが3年前って言ってたもんね。それより坂本くんは？ああ、先に返した。あいつうるさいのよ、 GPS のこと褒めたら機械の話ばっかり。まあいいじゃない、うまくやってよ。わかってる。
ごめんな、ほんまにごめん。本当に嫌だと思う。有事を返した後、一人で山積みになった書類を整理した。ふと時計を見ると午前2時を回っている。もう怖いのよ。急に出てこないでよ、女の子。人手不足は承知してたけど、ここまでとはね。何なんだろうな、この子。あれ？こんな時間にあんな小さい子が？私は急いで少女に歩み寄った。だが、そこにはもう誰もいなかった。ホラーゲームか？心霊現象？きっと疲れてるんだわ。もう寝た方がいい。いやでも怖い。怖いな。チャプター3、エンド。まあもうちょいやるか。おはようございます。あれ、まゆみは？国会図書館で新聞記事を洗ってもらってるわ。あ、そうか。ガキ市守の事件ね。電話番は坂本くんに頼んだわ。そうそう、リリコ。坂本くんの改造 GPS 使ってみようよ。ほら、これ。これを使えば追跡が随分楽になるはずよ。受信機はカーナビの改造品。早速私の車にセットしたわ。おお、すげえな。使ってみようかな、垣内守の営業車に。取り付けるのに時間はどれくらいっすよ？2分もあれば十分かな。おお、じゃあやってみるか。なるほどね。タクシーを呼び出すわけだ。はい、今日はワールド。竹内です。昨日はどうも。おお、お姉ちゃん、まだやってるのか。なかなか頑固だな。十分に注意を払うわ。あ、分かったよ。で、今日は守さん、それともマサルさん？今日は守の日だが、また変わったみたいだな。今朝も青い顔してマサルが乗ってったよ。また無線で呼び出してもらいたいんだけど、お願いできます？ああ、いいよ。どこに呼べばいい？今から住所を言うわ。杉並区東山町 3-2-1。 電話番号は090-1234。 お姉ちゃんの携帯かい？そうよ。やったな、これでいつでも連絡が取れる。くどいてんじゃねえよ。お願いしますね。ああ、分かった。手配するよ。絶対悪いようにはしないタイプの人だろうしな。いい人だろうな。というわけよ。どういうわけよ。私がタクシーを庭園まで誘導する。あ、園庭まで誘導する。垣内勝と話をしている間に GPS を取り付けて。ああ、なるほど。なんかどこどこに行ってほしいって乗って、その間にピッてつけるわけにはいかないのかな。30分後に垣内勝のタクシーが事務所に到着した。変わった建物ですね。ここがあなたの家ですか？父が幼稚園を改造したの。それだけ聞いたらやばいよな。父が幼稚園を改造した。有事の取り付けが終わるまで会話を引っ張らなきゃ。これなんかもしかしてなんかさせられるのか。まだ話、私に話してないことあるでしょ。お、チェック。うんざりだな。全部話しましたよ。どうだかな。軽く探り入れてみるか。垣内守の妹について何か知ってることは？知りません。垣内守はあなたに仕事を押し付けて妹の看病に行った。そう言ってるけど、妹がいたことも知らなかったんですよ。知るわけないでしょ。まあ普通はね。知るわけないとまでは言わないけど。まだ終わってないわね。もう少し引っ張らなきゃ。まだ隠していることがあるわ。うんざりだな。全部話しましたよ。よいしょい。あー、どこかな、どこかな。目か。よ、よ。うんざりしたような顔だ。違う角度から攻めてみるか。暴行事件の話よ。竹内守の起こした事件知ってるんでしょ？何のことでしょうか？知らないってこと？事件のことはみんなが知ってるって聞いたけど。僕は知らない。それに麻薬と暴行は関係ないでしょ。あ、そうか。まだマトリってことになってんのか。どうして関係ないって言えるの？一般論を言ってるんです。こいつもなんか探られたら痛い腹があるってことか。一般論なんか聞いてない。あなたが何を知ってるか、それを聞いてるの。本当に知らないんです。これだけ引き止めれば大丈夫よね。まあ2分もあればって言ってたしね。まあいいわ。もう一度確認させて。あなたは垣内守について何も知らない、そういうことね？知りません。わかったわ。見かけによらず、あなたも頑固ね。
携帯の番号を渡しておくわ。必要ありません。いいわ、わざわざ悪かったわね。嫌われたもんだな。それじゃあ失礼します。イケメンに嫌われるのはなかなか傷つくね。どうだった？うまくいったよ。本当にユージは有能だな。この赤い点滅が赤い点滅？俺には緑に見えるけど。柿内の車すごいね。本命はあくまでも柿内守だ。マサルとマモルは同じ車を使ってるから焦る必要はない。でも今すぐ追跡すれば柿内の行動がつかめる。せっかくだから取り付けた GPS の性能も試してみたい。ああまあ追おうよ。どうしよう。え、何追おうよ。え、追うことによって不利益ってあるか。おお、マサルも相当に酔うよ。せっかく取り付けたんだし早速追ってみよう。まあ、こんな真っ昼間から何かするかどうかは怪しいけどね。じゃあ行くわよ。あー、赤い点滅ってあれか。私たちは赤い点滅を目指して車を走らせた。一度追い越してしまったがすぐに引き返し竹内の車の後ろに着いた。あれね、見つからないように距離を置きましょう。まあいつでも追えるからね。3キロって相当追えるからね。それから1時間ほど柿内の車を尾行した。やがて大きな公園の沿道に当たる道で動かなくなった。どうしたのかしら。車を止めて仮眠でもしてるんじゃない。よく見る光景だよね。それはそっと近づいて車の中を盗み見ると、ユージの言う通りだった。柿内はシートを倒し帽子を顔に乗せて横たわっている。帰ろうか、あんまり意味ないし。それもそうね。無駄足だったな。 GPS に興奮してここまで来てしまったが、今柿内を追う必要など全くなかった。あんまでも GPS の性能を試せたからいいじゃん。いきなり初めての尾行に使うのはちょっとリスクがありすぎると思いますよ。柿内守は今日どこにいるのかな。妹の家かもね。かなこさんに電話して確かめてみようよ。はい、竹内です。あ、かなこさん、竹内です。あ、どうも。ご主人いらっしゃいます？いいえ、今朝も帰ってません。何か進展はありました？いえ、ごめんなさい、まだ調査中です。私今日も会社に電話してしまいました。やっとるな、結構この人も大概。主人はやっぱり出ていないようです。私どうすればいいの？かなこさん落ち着いてください。必ず納得できる結果を出します。それまでお待ちください。できましたら会社への電話も控えていただいた方が。そうですよね、お任せしたんですものね。わかりました、そうします。お願いします。いやー、でもできないんだろうな。我慢。いないわ。いない？何が？あー、ということは妹の家ね。ユージ、ごめん、一人で行ってくれる？私は真由美の調査結果を知りたいんだ。任せといて。ユージは本当に有能だし、いいやつだな。坂本くんも使う？うん、いらない。一人で十分よ。いらない、いらない。あいついつ腹切るんだ。ユージが出かけた後、真由美はすぐに戻ってきた。ただいま。お疲れ、どうだった？見つけたわ。お、有能なやつしかいねえ。被害者は田原優子。これって実名？田原優子、初めて聞く名前だよね。そもそもこれ何新聞？ポートスポーツ。ポートスポーツ？そうなの、しかもゴシップ欄。他の新聞には載ってなかったの、見つけるのに苦労したわ。あー、じゃあ信憑性がちょっと怪しいのか。真由美はどう思う？信憑性は五分五分ってとこよね。まあそうでしょうね。でも当たってみるか。どうするの？行くのよ、東都新聞に。東都新聞社。さすが探偵だな。こういうフットワークは半端じゃねえな。受付がないので入り口付近の人に聞いた。しばらくすると横田翔吾と名乗る担当記者が出てきた。横田ですけど、探偵さんってあなた？竹内リリ子と申します。
はあ、で探偵さんが何の用？この事件について話を聞かせてほしいの。ずいぶん古い記事探してきたな。覚えていらっしゃいます？覚えてるよ。抜いたと思ったら不規則になっちまってな、バカバカしい。それで何が聞きたい？被害者の本名は？本名は何だったかな。ちょっと待ってくれ、これに書いてあるはずなんだ。そんな5年前の話？ああそうだ、ひっくり返しただけだ。ん？原田優子ってこと？なんか突っ込める場所あるか？黒く薄汚れた手帳、ずいぶん使い込んであるわ。これは今あれか、チェックできるだけか、ラフに着こなしてる？ただ単にだらしないだけ？本当に容赦ねえんだよな、この人。考えてることが。時々鋭い目つきをする。仕事はできそうだ。いやまあ記者さんですからね、仮にも。記者さんだってそら観察眼とかすごいと思うよ。多分原田優子だよ。ちょっと待ってくれ。あんたった、これだな。おお、やっぱり本名は原田優子。俺の記憶も大したもんだな。住所わかります？ちょっと待ってくれ。おお、これだ。大東区浅草大和町 1-2-3。 それから柿内守の住所は？ちょっと待ってくれ、全部言ってくれんじゃんこの人、大丈夫か？いやそれは書いてないな。加害者には直接話を聞いてない。どうやって取材したんです？俺は自分で足を使ったりしないのさ。この仕事を長年やってれば人脈ってもんができる。はいはい。待ってりゃ勝手に情報が入ってくる。その時は誰が？直接本人が垂れ込んできたんだ。原田優子が？うちに来たのはそれなりの理由があったんだと思うよ。大手の新聞社には相手にはされなかったんだろう。まあ話題性という面でも微妙な事件だったよ。まあ暴行被害なんていくらでもあるだろうしね、世の中には。でももうちょっと盛り上がるかとか思ってたんだけどな。突然本人が起訴しないって言い始めたからな、どうしようもないよ。示談だったんでしょ？いや金はもらってない、本人がそう言ってた。ほう、じゃあどうして告訴を取り下げたの？俺に聞かれてもわからんよ。脅迫じゃない？もうそうなると。原田優子さんの電話番号わかります？ちょっと待ってくれ、教えるな教えるな。いいかな、035634。ありがとうございます、お忙しいところ失礼しました。これ、いやいいんだ、どうせ暇だったから。あの家にいた女、原田優子じゃないだろうな。それより探偵さん、何かネタがあったら教えてくださいね。ああまあ教えることでなんかこういう人脈を作っていったりするんだろうな。いつも待ってますよ。わかりました、それが人脈ってやつですね。できそうだな、あの人は。すぐに原田優子に連絡を入れた。フットワークすげえな、さすが探偵だぜ。原田さんのお宅ですか？はい、そうです。優子さんいらっしゃいますか？ああ優子ね、優子は今出かけております。どちらさんですか？ああ優子さんの同級生なんです。久しぶりに会いたいと思いまして。ああそれなら駅前の宝くじ売り場におりますから。パートに出とるんです。ありがとうございます、探してみます。駅前の宝くじ広場って範囲広くない？宝くじ売り場、そんなピンポイントでわかんの？あでもそっか、住所はなんとなくわかってるんだもんな。原田優子さんを訪ねると女性が一人ボックスから出てきた。おー割と若い。私ですけど、どんなお話でしょう？私探偵なんです。はあ探偵さん、この事件のことでお話を。帰ってください。ほう、もう済んだことですから。あなたに迷惑をかけるようなことは絶対にありません。お気持ちはお察ししますが、少し話してくれませんか？思い出したくないんです。お願いですから帰ってください。そうですか、わかりました。うん、取り付く島もない。お勤めご苦労様です。どうして坂本君、もうちょっと挨拶ん、もうちょっと普通に挨拶できない？お勤めご苦労様ですわ。違うだろ、自分はこれで普通でございます。まあいいわ、それで用件は？電話がありました、東都新聞横田って人から電話がありました。ああそう、それで？折り返し電話をくださいとおっしゃっておりました。ありがとう、失礼いたします。あ坂本君。はい。 GPS ありがとね、
早速使わせてもらったわ。なんで自分から振るの？話を。話長くなるぞ。感激です。自分、他にもアイデアがございまして。チェックとかしたくねえよ。まずは何と言っても盗聴器。一応チェックしとくか。認められたのが嬉しいの？体が前のめりになっている。いやまあ自分の功績を認められるのは嬉しいだろうけど、マニアックな人がどうとかって言ってな。なぜか自慢話の時に早口になる。やめろ。いろんなオタクが起こるからやめろ。トークしたくないな。まあ一応聞いとくか。坂本くんは興奮すると早口になるのね。そうでありますか。電話だと声が通らないからすごく聞き取りにくいわよ。自己批判します。毎日発声練習します。驚き宝介か。ああいい。今やらなくていいから。そういう練習はお願いだから自宅でやって。了解です。毎晩練習します。でも安子さんに迷惑かけないでね。安子に文句は言わせません。それにしてもなんで私が電話応対から教えなきゃならないの。心配はご無用です。電話ならお任せください。本当に大丈夫？そういう自信満々な態度が信用ならないんだってば。前電話出てなかったしな、こいつ。電話口で変な対応されたら私が困るんだから。電話か。そうか、それは盲点でした。電話なら案外いけるかもしれません。ちょっと聞いてるの？いいヒントをもらいました。受話器を小型軽量化して外装ですね。長い話になりそうね。早めに切り上げなきゃ。お前が振ったんだぞ。お前が振ったんだからな。今はちょっと許して。ごめんね。残念無念です。うるせえ。熱意は認めるんだけど、いつ腹切るんだこいつ。疲れる。いやでも今のはお前が悪いよ。リリコが振ったんだから。何の用だろうね。はい、東都新聞。すみません、竹内と申しますが、横田さんいらっしゃいます？少々お待ちください。トゥ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 。早っ。はい、横田です。先ほどはどうも、竹内です。お電話いただきました？ああそうそう、勘違いしてたんだ。ちょっと待って。勘違い？もう会社訪ねましたよ私。あった、これこれ。早川クリニック代表早川純一。ん？何の話ですか？いや思い出したんだ。垂れ込んだのは原田優子じゃなかった。この早川って男が持ち込んだ話なんだ。何者ですか？ちょっと待ってね。忘れたな。メモにはカウンセラーって書いてあるんだけどな。早川クリニックの場所わかります？赤坂って書いてあるな。電話番号は、ダメだ、読めないな。大丈夫です、自分で探してみます。もうそこまで分かってたらね、十分すぎる情報だよな。まゆみ、ゆうじから連絡は？今のところ何も。悪いけど赤坂にある早川クリニックで検索かけてみて。いいわよ、ちょっと待ってね。2件あるわね。1件は泌尿器科、もう1件は精神科。ああまあ絶対精神科の方だよね。院長は早川純一。ああそれなら精神科ね。待ってて、住所をプリントアウトするから。ほんとみんな優秀だよな。リリコもフットワークだけは化け物だしな。早川クリニックは思ったよりもずっと小さな個人病院だった。早川音楽療法研究所の看板が目立っている。うわあ、強そう。初めての方ですか、ご予約は？いえ、私カウンセリングをお願いしたいわけではないんです。どういったご用件ですか？精神科の看護婦さん、看護師さんがこんな強そうな人、ちょっと怖いよね。ちょっとお話を伺いたいことがありまして。院長先生の方針でマスコミの取材などは全てお断りしています。私こういうものです。探偵事務所？どういったご用件でしょうか？原田優子さんの件でお聞きしたいんですが、院長にお会いできませんか？原田さん？うちの患者さんですか？それなら無理でしょうね。プライベートなことは一切お話できませんから。まあそりゃそうだわ。うちはそういう規則です。うちはっていうか、まあ大体そうだろうけど。性格がきつそうだ、うまくお願いできないかな。取り付く島もない、かたくなな態度だ。看護服は清潔そのままだ、シワ一つ見当たらない。褒めていこう。あら、そこ汚れてますね、その裾のところ。そんな、まさか。どこも汚れてないけど。はい、失礼します。ちょっと勝手に入ろうとしないで。あ、止められちゃった。いえ、ちょっと何ですか。トイレに行こうとしたら間違えて、
そんなわけないでしょう。まったく油断も隙もない。さっさと帰ってください。わかりました。出直します。せめて先生に名刺を渡していただけませんか。いいでしょう、お預かりします。俺なんか患者として行った方が早かったんじゃねえか。花田優子は話をしてくれなかった。早川クリニックの院長にも会えなかった。踏んだり蹴ったりだね。有事の方はどうだろう。うまくいっただろうか。夜更けまで待ってみたが有事は帰ってこなかった。何、有事まで行方不明か。また減らっちゃうよ一人になったら。私は部屋に戻って一人で飲み始めた。ライムライト行った方がいいんじゃねえか。さなぎが昔言ってた。ほら語り始まっちゃったじゃん。女は探偵に向いてない。お前を見てると本当にそう思うって。なんで結婚したの。冗談じゃない、セクハラだって反論した。なんて言われたんだっけ。そうだ、狼だ。極限まで腹を減らしたメスの狼、群れからはぐれたガゼルが一頭、リリコなら迷わず飛びつくだろうって。草薙は言った。俺なら飛びつかない。我慢して後を追えばガゼルの群れまでたどり着けるから。ほんと嫌な旦那だな。普通に嫌なやつだよ。少し笑いながらそう言った。視野が狭くなるのは確かに私の悪い癖だ。でも何か違う、納得できない。男とか女とかそういう問題じゃない。私は結果を出して前に進みたい。そういう性分なだけ。腹が減ってるから食う、それはいけないこと。私間違ってる。いやでもなんか正解の押し付けってよくないよね。自分にとってその正解というか合ってるだけであって、人にとってはどうか分かんないからね。探偵のイルハを教えてくれたのは草薙だ。だから仕事では頭が上がらない。未熟だからひどいこと言われても仕方がないと思っている。だけど妻としてはどうなの。私の人格を認めてる。今更考えても遅いのかもしれない。でも近くにいるからこそ見えないこともある。どうすればいいの。割り切れって言うなら割り切るよ。もっとクールになれば戻ってきてくれる。ああでも戻ってきてほしいんだな、あんな旦那でも。ああダメだ。でもそれは寂しいだけじゃないか。眠れそうにない。こういうのは女性の方が切り替え早いって聞くけどね。チャプター4エンド。なるほど、減らってますね。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょうか。次回チャプター5やっていきましょう。次回で終わるかな、エピソード2。どうだろう、やってみなきゃわかんないけど。はい、ということでまた次回よろしくお願いします。またね。